東山スカイタワーは愛知県名古屋市千草区の東山公園の施設の一つである展望タワー。正式名称は東山公園展望塔。高さは地上134メートル。ただしタワーは標高80メートルの丘の上にあるため、標高では214メートルになる。建物は鉛筆の形をしている。東京スカイツリーの開業後、 東山スカイツリーと間違った呼ばれ方をすることがあるが、こちらは電波は送信していない。東山スカイタワーから見た都心部の夜景名古屋市政100周年を記念して1989年に建てられた。展望台としての観光用途のほか、防災無線の中継基地として14基のパラボラアンテナと無線機械室を備えるほか、高所監視カメラを設置するなど、 名古屋市の防災上重要な役割を果たしている。展望室は地上100メートルにあり、展望台からは JR セントラルタワーズ名古屋城。また、周りに高い建物がないので夜景が素晴らしいことでも知られ、2004年7月、日本夜景遺産に選定、2004年8月、夜景100選に選定された国内有数の夜景スポットでもある。 2013年には、名古屋市が公募した第一回、街並みデザイン20選にも選定された。登るのには大人300円、65歳以上の名古屋市、在住者で100円が必要である。東山動植物園との共通観覧券640円を利用することができる。また、東山動植物園春祭り、ナイトズー、および秋祭り期間中には、 エレベーターガールが登場する。全国の観光タワーで構成されている。全日本タワー協議会に加盟している。2007年9月30日には、イメージキャラクター、のっぴーが登場した。ABCDEFGHI、東山スカイタワー。建築作品データベース。2016年10月19日閲覧。ABCDE、東山スカイタワー。 全日本タワー協議会。2016年10月19日閲覧。名古屋市の施設に関する指定管理者制度について、平成3年度名古屋市都市系鑑賞表彰作品。名古屋市。2016年10月19日閲覧。名古屋市都市公園条例。街並みデザイン20線、東山新池から見た東山公園と東山スカイタワー。 住宅都市局都市計画部都市計画室、ouais. 00 00。http コロンスラッシュスラッシュ www.st.nagoya.jp スラッシュ jutautoshi スラッシュページスラッシュ 000045804.html2013 年5月1日閲覧。2013年4月30日、中日新聞長官 p15。 ありがとうございます。